はい、どうも、カベです。オスです。皆さん、こんにちは。久しぶりです。どうこんな感じ。ブラジル人がマスクして日本語で喋るっていうねなかなか面白いんですが、今日ちょっとオズにね呼ばれて、いろんな社長さんに会ったり、いろんなインフラを見たり、すげえなって驚いてきてるファビオチャンネル。オズがね、どうしても、ね、今まで以上の方に合わせてあげるということでやってまいりました。まずここどこですか？ここは立川。皆さんなんかも本当に立川というところを田舎と思って、本当に立川すごいいろいろ変わってきてるので、うん、そうですよね、はい、ここ都会ですね。全然違います。はい、まあ、とある会社さんに来てます。後ろ見てください。空気いっぱいあるんですけど。何なんですか？まあ、わかんないからね。お前の質問悪いよ。いや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 。オズの顔見てやった。私もわからないですけど、まあ、私から説明するより、私のチームのスポンサー、してくれる、くださってるのを、ね、はい、応援してくださってるので、うん、ぜひすごい社長、ファービーに紹介したいと思います。うわ、はい、緊張する、うん。社長に合わせるのにちょっと言ってほしいよね。聞いてないんで。じゃあ、お願いします。ぜひ、行きましょう。はい、めちゃくちゃ緊張するんだけど。いや、珍しくないですか？ここね、まあ、ちょっと外見せるんですけど、とんでもないでかい会社ですよ。ですね、社員何千、何万人とか、そんなレベルじゃないですか、これ。ちょっと、ね、全然言えますね。行きましょうか。はい。はい、皆さん、こんにちは。おー、こんにちは。私の友達に紹介しますので。どうも、はい、どうも、はい、どうも、はい、どうも、森山さんです。はい、どうも、失礼します。失礼しました。どうも、おー、すごい。社長のオーラがすごい。ちょっと俺、あんま緊張しないけど、ちょっと緊張してるし、オーズ見て、紹介した割には後ろに下がっちゃったね。ちょっとボディーガードみたいな。うち、敷地が広いもんですから、はい、お客様にはこの航空写真を見ていただくことにしてるんです。爆撮りが私どもの会社の敷地です。ここですね。そうですね、はい、全体で約98万平米、一事業会社が東京で、はい、これだけを持ってるのは当社だけ。敷地の中に駅とされるのが2つあるのは日本でここだけ、かつ1つの駅に会社名が入ってるのもここだけと。社長すごいなって、いきなり入っていきなりこんなすごいの見せられて、俺はちょっと驚いてるんですけど、ちょっと社長いろいろ聞いていきたいと思います。はい、私大学持って大体10年になるんですけども、町の活性化には一番ね、スポーツが一番だなと思っていたんですよ。はいはいはい。立川って芸術文化スポーツに関わるそういうハード面の施設って実はなかったんですね。そうなんですね。ですから多摩の方はみんな一流のものを見るためには都心に行ってしまうんですよ。ぜひとも立川でそういうことを実現できないかなっていう。アメリカでも気の利いた町は必ずスポーツがついてまいりますよね。そうですよね。ちょうど2年ぐらい前になりますけど、アリーナ立ち上げましてね、この地でどういう使われ方、どういう評価されるか暫定でやってみるっていうことで、タイミング的に本当にいい時期だったもんですから、大阪のみが、入試初優勝して凱旋試合になったのが東レなんです。その時にどうしても決勝と同じ施設が決勝会場の脇に一面欲しい、それで作ったのがドームなんですよ。コート自体はほぼ同じなんですけども、大阪のみ来た、それから B リーグが来た、F リーグが来た、今 T リーグも来てます。民間のアリーナで成功してるのは多分うちのアリーナしかないですね。とにかく主だったアリーナっていうのは最寄り駅からかなり離れてるじゃないですか。そうですね。当社のアリーナは駅降りて、まあ、どうでしょう、1分以内で、すごい近いですよ、ね、近いですし。皆さん、今社長は大阪の海とかね、B リーグとおっしゃってましたけど、うん、YouTuber、そこでライブしてる人いるよ。知ってるか？社長のところで YouTuber がライブやってるんですよ。マジっすか？まあ、名前は言えないんですけど。言えないんですか？言えないと。YouTuber さん、皆さん、社長にお世話になってるんだからな。この人がボスなんだからね。はい。ビーチの方はですね、実は清水国明さんとご存知ですよね。あ、そうです。清水国明さんから以前からそのバーベキューやりたいとお話いただいた時に、構想を聞いたらぜひビーチとバーベキューやりたいっていう。これ実は私ね、若い人が何にこうヒットするのかってずっといろいろこう意見は聞いていた中で、ララポートには特に若い人は反応しなかったんですよ、うんうん、バーベキューって聞いた瞬間に、はい、記念公園の中にバーベキュー場が実はありましてね、国営記念公園なんで5時に閉まってしまうんですよ。で、予約取れないぐらい盛況だって聞いていた中で、まあ、うちでやれば昨日すぐした申し込みはもう全て自由にする、何よりも夜10時まで営業できるっていう、特に若い女性はすごく反応しましたね。そうですよね、これは行かせてもらったんですけど、ものすごい若い人でもう満帆だったから、こういう環境下で一時厳しかったんですけども、はい、例年度、8割ぐらいも戻ってくれてきたって聞いてますね。3密を避けるっていう意味では本当に屋外のビーチですからね、それから裸足で本当に砂ビーチをこう歩くっていうのは健康的にもいいらしくて、小さい子供さんが本当に激怒して
もう楽しみに跳ね回ってますね。もうそういう声聞けること自体が我々も本当にね嬉しいなと思ってますけども。あ、素敵だね社長ね。ちょっと僕気になってるのがね、大津に連れてかれてちょっとコーヒー飲みに行くぞってホテルと、なんかこうすごい施設があるんですけど、あのホテルもあれはですね、この写真見ていただくと欲しいんですけど、はい、あのグリーンスプリングスありますね。6年前に私は国有地を落札したんですね。約ですね、4万平米あります。100メーターの400メーターです。400の100メーター、はい、ね。都内でこれだけ整形された土地って私の中ではないなという。はいはいはい。大使館の年格を上げるために、なんかここでチャレンジしたいなっていう。もうぜひともですね、その取り組みをこう見てほしいなっていう。それがあのグリーンスプリングスです。取り組み見てほしいって、4万ヘクタールを落札された社長に言われたらもう飛んでいきますよ。本当です。容積率ってあるんですけども、これ500%あるんだけど、ここはあの 170% しか使ってないんですよ。金も OK と思ってはやってなくてですね、コンセプトがウェルビーング、とこれは説明してもわからないんで行って見ていただかないとわからない。うん、見させてもらおうかな。ぜひともこの後ご案内しますから。ありがとうございます。あんなにすげえもの作ったら来ますよね。他人の評価で我々生きてるんで、自己満足で我々がね、いくらあの自慢したってそれ評価されないような話にならないんで。そうですね。想定は若い女性ってもうドンピシャリでしたね。世の中の評価ってね、 99% 実は女性が評価してるんですよ。ですから基本的に私は男の言うことは聞かないという。あんな社長は僕も一緒です。聞きなますね。そうそう、そうそう、だって見てほしいのはドラゴンフレーバー、うん、あのお客さん苦情くらいいつ行ったら何かドラゴンフレーバー、あ、そのホールにバーがあるんですよ。おうおう、ぜひね、カスケット上がって左に折れて、まあ、本当に医師の、うん、丹山抜ける富士山とか、うん、パッキリ見て、そのちょうど左側にうち直営店のパーを作った。あ、すみません、全部食べちゃった。早っ早っ見てよ、これ全部が民間って、やっぱりね民間だよ。これ多摩産材の中でね、2000平米使ったんです。非常にこだわってるんで、うん、こういうとこもすごく、ね、こだわり持ってます。お、どうぞ。今日お客様ご案内したんです。ここはね、すごく音響いいです、素晴らしい。3月に完成してる。あ、そうですか。はい、これは外観を見ていただくと一番全体像が高めると思うんですよ。これ全部だからね、これ、はい、すごいな、全部だここに座って中のステージも覗けるっていう。あ、この下のステージで、あと2階も参りますけど。なるほどね、下がステージでこっちから見えるってことですか。そうですね。だからあそこホテルですよね社長。そうです、あそこが下がステージ。後ほどご案内しますけど、はい、こちら3階で、世界でオンリーワンフルーカーで、キャパシティがですね、椅子だけ数えると2448席なんですけど、今の椅子を全部取り外すことができますので、スタンディングエリアを作って全部のキャパシティが3018人、この中だけで。そうですね。でその向こう側はまた別ですよね。そうです、プラス680人が。すごいな。ニューヨークからも見に来て、はい、ニューヨークでもないすごい評価をいただいてます。世界でもないんじゃないかっていう。クラシックもできますけども、クラシックは東のサントリーに任せてって言ったらですね、実はピエの世界のすごい方がいやいや違います、クラシックでもこちらの方が素晴らしいって言ってましたですね。これが1枚、うん、2枚あるんですけど、まあ、外に入れると3枚あるんです。これが全部開きます、うんうん、で、外からがこのステージが見えるってことですね。はい、すごいな、迫力すごいですね。どんどん使いたいですよね、これね、アーティストなんで。外区全体、一番立ち会いから見たときに、ここが一番奥になるんですよ。奥まで人を回遊させるっていう意味では、やっぱりこの奥のここに何か欲しいねっていう。で、世界でもこう120メートル助けてってないって聞いてますから。あの子供たちが普通にこう入っていく。ですからここにあの柵とか一切作らせなかったんです。あえて入ってくれと。そうです、そうです。で子供がもう入ってもいいように作ってて、石がザラザラしてるんです。はい、そうです、うん。滑らないようにしてる。はい、なるほど、そうなんです、滑り止めですね、そうです。今の子供はさ、もうゲームばっかりやるじゃん、こうやってちゃんとこう触れ合うね
計画は作ってんですよ。この音もいいでしょ、すごくね、うん、この景色もいいでしょ、めちゃくちゃいいですね、すごくいいと思う、いい絵ですね、すごいわ。この中に飛行機あるんですよね。そうそうそう。うわ、ほんとだ。そう。テイクオフサイズ。かわいい。うーわ、すげー。この角度がいいんだよな。これぐらいの角度がいいなるほど。子供を自由に乗ってくださいって操縦艦って言ったんだけど、なんかこう非常にさまつな扱いされたんで、すごく航空遺産という意味では貴重なもんなんですね。だから触ってもらいたいんだけど、乗ってもらいたいんだけど、とりあえず中、うん、これがハフって言って、これ布で作られてるんですよ。これ触ってみてもそういう感じはしないと思うんですけど、うわ、本当だ、全然わからないです、これ布、匠の技。これ特徴があってね、この羽がね折れるんですよ。ですから狭い何だろう、こう倉庫でもなんでも収められるっていう。特別入れないんです、普通は。今から入れない会員制のレストランです。ちょっと見てほしいのは、うちのオリジナルのお酒、太刀の空という。うちが作った日本酒ラベルをですね、社長のご友人の、ロバートキャンベルさんにお作りいただいた、ロバートキャンベルさんが作ったわけじゃないですけど、ロバートキャンベルさんのお知り合いのデザイナーの方に作っていただいたんですね。社長にこの太刀の空っていうのを考えていただいて、でここに太陽と見るか月と見るかですね、こう上がっていくような感じで、そういうデザインにしたんですね。まさに太刀日もこう上がって、グリーンスプリングスも上がって、どうする？やっとる？そうっすね。ただ YouTube 出てみんな見られ、結構見られるんで、うん、多分一番いい部屋見れるんだったら出した方がいいと思います。ただそれが見れないんだったらやめた方がいいと思います。今、うんうん、一番、千奈さん、一番いい3割したっけ？用意しております。こっちのね、パーティーが実はできるんですよ。うわ、バルコニー、すごい、最高。バルコニーあってね、浴槽もあるんですけども、はい、これは円形で、ちょうど私が両サイドに女性を置けるサイズにした。待ってます、待ってます、待ってます。見てほしい。いや、待ってます、待ってます。わかるでしょ。はい、うわ、本当だ、ちょうどいいじゃないですか。ちょうどいいでしょ。ちょうどいいよ。そう。こんな感じで。嫁さんに怒られますよ、これ。すごい。これ住みたい。うん、これはもう本当に。すげえですね。今度ちゃんと泊まりに来て、今度泊まりに行こうかね。そうで、レビューしましょう。本当の良さは泊まらないとわからない。そうですよね、はい、自分で払って泊まって初めて良さを誰かに招待されちゃダメで、ちょっと日本語がわからないねまあ、ってことでですね、まあ今日は長かったね。いや、すごい思いのほかね、社長がすごく優しいんだ。すごい施設にね、まだ見切れてないですね。見切れてないです。多分ね、5分の1ぐらいじゃないかな。見させていただいて、で見させてたというか、紹介してくれたんだよね、一緒に回ってくれて、本当に気さくな方でね、はい、まあでも同じ経営者としてやっぱただただすごい、はい、街を活性化して、こう市民をどうね、インフラを良くするかっていうところを考えてらっしゃいますし、うん、本当に勉強すること多い。何がやっぱすごいって、民間企業っていうのがやっぱすごいですよね。頼らず、指摘も受けずに自分たちで考えたコンセプトでやる、でそこにこう人を集客してビジネスをやるっていうのは、ビジネスじゃないと多分思ってらっしゃると思うんですけど、やっぱ個人的にやっぱすごいなって、本当にこうなかなか会えない大社長ですけど、こうやってこう一緒に回ってくれてね、ご飯食べて酒も飲んだんですけど、ただただ自分の勉強になる回でした。はい、まあ、ぜひ皆さん、この空のホテル来なくてもここに来ればいいですよね。そうですよね。ここでも遊び疲れて泊まるっていう感じがいいかもしれない。カフェがあって、いろんなこうね、施設遊ぶとご飯屋さんもたくさんありますし、まあ、都内にいる人でもこの立川近辺にいる人、結構遊びに来る価値は個人的にありだと思いますし、そうですね、まあ、ここでデート今度しようかなと思います。また行きましょう。そうですね、まあ、そんなこんなで、まあ、今日の動画も視聴ありがとうございます。チャオ。